普段とかはその外ご飯とかさはい、はい、やっぱり外食が多いそうですねやっぱ一人暮らしになると外食で人と食べたいっていう感じになりますね家帰ったら一人暮らしだから一人なんですね寂しくね寂しくなって自分で作って食べてでも半分ぐらいでハッて 寂しいってなるんですよそこで気づくんだそうなんですよそれまでは何か作ってはい、ね嫁修行じゃないですけど誰かのためになんてこう上手くなんなきゃって作ってそいで、どうかなって食べてあ、いいかもみたいなこう食べ一人一人だ笑っちゃった結局明日も食べんだこれとか二日連ンちゃ同じものそれも寂しさ倍増みたいな倍増っていう だからいかんせんやっぱ外食に。なっちゃいます、ね、なるほどね。はい、どうなのその男関係とか。いや、あのー、もう三十一にもなりましたから。はいはい、もう本当に彼氏欲しくて。うん、マジのやつだ。マジのやつです。うん、で、あのよく当たる占いのゲッターズ飯田さんに見ていただいた時に。あの、今年二千十四年、春菜さん。うんうん、本当にいいですか。 恋愛運もいいし仕事運もいいし恋愛運に関してはできちゃった今の勢いだって言われていきなりいきなりなんですよ。マジですって言って当たってたまたまできちゃったみたいなそれでもねいいやと思ってで、どういう方がいいんですかねみたいなあ、年上がやっぱりいいと思いますよってなっていや、これいいなと思ってそれを番組の前室で喋ってたんですよ。 で、あの私2014年「できちゃったんの勢いだって言われて年上の方がいいって言われてるんですよって言ったら「俺もそのゲッターズ飯田さんにできちゃったこんだ」って言われたんだよ今年ってでえってなって周りも「えここなんじゃないですか?」みたいな運命のはい出会いがったらそれ志村けんさんなんですけど。 うん、いやいや、年上だし。うん、言われてること全く一緒なんですけど。どう考えていいかわからない。そうですね。師匠。師匠ですし。はい。でも、やっぱその垣根超えちゃうのかな。だから、まあ、志村さんとの。出来婚。あるかもしれない。二千十四。二千十四。だから、私が。 作ったこれを志村さんが食べるかもしれない2014怖いわなんかも。さあというわけで今回このね、いちごを使ったパスタという方ぜひちょっと家でいや本当に作ります作ってねこれとサングリアをはいぜひあの志村けんさんにそうですね作ってあげてくださいはい志村春菜になると思いますねわーすげえ。どうせしていいかわからないここもそしたら敬語でお願いしますわあいきなり姉さん怖い <laughs> ぜひ、じゃ、なえてください。はい、というわけで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、皆さんも、このいちごのパスタを作って、ぜひ、うろうってみてください。梅の花言葉は。高潔、不屈の精神。忠実などと言われています。小さくて可憐な梅の花。 秘められた強さが感じられる花言葉ですね次回もハリセンボンの近藤春菜さんがゲストです旬のたけのこづくし料理をいただきますお楽しみに